フリードは、ホンダ技研工業が生産、販売する、コンパクトミニバン型の小型乗用車である。モビリオの後継者として、運転しやすいサイズで、なおかつ室内空間にもゆとりある、コンパクトミニバンを求めており、ミドルサイズミニバンでは、少々大きすぎると考えている顧客をターゲットに、開発された。生産工場は、埼玉製作所鞘山完成車工場。 最大の特徴は、そのスタイリッシュなデザインである。仙台にあたるモビリオをはじめ、トヨタシエンタ、日産、キューブキュービックなど、女性向けとも言える可愛らしさを強調した車が多かった同クラスにおいて、こちらは上級ラージミニバンにも通じる男性的なデザインが与えられ、父親でも堂々と乗れる初めてのコンパクトミニバンだったこともあり、ユーザーを問わない。 フリースタイルのミニバンとして人気を博した。ベースとなる3列シート仕様と2列シート仕様のフレックスがある。スタイルはヨーロッパの路面電車を連想させるユニークなものだった。モビリオから一転、機能的かつシンプルな実寸以上にゆとりを感じさせるデザインとなった。前輪周りのプラットフォームやエンジンは2台目フィットのものをベースに、 ステアリング部より、後ろのフロアパンを新規開発している。フィットやモビリオなどとは異なり、燃料タンクを2列目下に設置しているため、背の高い荷物を収納するためのシートアレンジは、できないが、1列目のシート下に空間が生まれ、2列目、乗員の足元スペースが広がった。モビリオに対し、全長を 145mm 延長したことに加え、 各部寸法の見直しにより、室内長は 190mm 延長され、全幅の 10mm 拡大と、相まって居住性を向上した。2列目床高さを 15mm 低くし、B ピラーの位置の適正化により、スライドドアの開口幅を 30mm 拡大し、2.3列目の乗降性も向上した。3列目シートは、3台目ステップワゴンのシートの、 改良版であり、モビリオの二人掛けから三人掛けに拡大。格納方法を5、5分割左右跳ね上げ式に改め、また軽量化により格納が容易になった。エンジンは、モビリオに引き続き1.5リットルの L15A 型を搭載。新たにアイビテックを採用し、最高出力、最大トルク及び燃費性能が向上した。 トランスミッションは FF 車にトルクコンバーター付き CVT4WD 車に5速 AT を採用。フレックス F パッケージとフレックスエアロにはメーカーオプションでスカイルーフが選択できる。2台目は3列シート車のフリードに加えフリードスパイクの後継モデルとなる2列シート車のフリード フリードのボディをベースとした、福祉車両、車椅子使用車を設定。全タイプにおいて、エクステリアデザインを共通化した。先代モデルに対し、1から3列目のヒップポイント間距離を9 0ト、mm、ル拡大。また、6人乗り仕様は2列目キャプテンシートを採用し、スライド量を1 2 0ト、mm、ル拡大して3 6 0ト、mm、ルとした。さらに、 ウォークスルー幅を1列目で 50mm、2列目で 25mm、それぞれ拡大したほか、スライドドア開口幅を 20mm 拡大して 665mm、ステップ高も 15mm 下げて 390mm と、し、乗降性を向上させた。エクステリアデザインでは、左右を縦方向に広げた、フロントウィンドウとすることで、ドライバーの見上げ角が向上し視界を拡大。 さらに、新たに追加したフロントコーナーウィンドウと補足したフロントピラーにより、斜め前方視界の向上とともに開放的な室内空間を演出した。また、リアクォーターパネルでは、スライドレールカバーの分割線を目立たなく処理するデザインとした。ボディサイズは、仙台に対し全長を 50mm 延長し 4265mm。 前行に w d 車は 5mm、4WD 車は 10mm 引き下げ、それぞれ 1710mm、1735mm とした。一方、全幅は、仙台と同寸の 1695mm とし後、ナンバーサイズを維持。また、ホイールベースも、仙台と変わらず 2740mm としている。インテリアでは、 シートファブリックや本物の木のような質感を表現する木目調パネルの採用により、ぬくもりを感じる質感を表現。また、メーターの薄型化と遠方への配置により、少ない視線移動でメーターを確認可能とし、前方の運転視界向上に貢献。また、メーターとエアコンコントロール部の照明は連動し、6色から選択可能としたほか、 エアコンコントロール照明部には温度を上げると、レッドに、下げるとブルーに変化する、光のアンサーバック機能を採用した。パワートレインを一新。ガソリン車には1.5リットル直噴 DOHC エンジン、L15 バイト型を搭載。先代モデルが搭載していた、L15A 型に対し、直噴化、DOHC ヘッドの採用などにより、最高出力は9キロワット。 最大トルクは 11Nm、それぞれ向上したほか、アイドリングストップシステムの採用などにより、JC08 モード走行燃料消費率も2.4から 3.0kmL 向上し、19.0kmL となった。トランスミッションは、先代モデルの 4WD 車に組み合わされた5速、AT を配し、ガソリン車すべてに CVT を採用した。 ハイブリッド車には1.5リットルアトキンソンサイクル DOHC エンジンプラス1モーター内蔵7足デュアルクラッチトランスミッション搭載のスポーツハイブリッド IDCD を採用。先代モデルに対しエンジン、モーターの最高出力は 16kW、12kW それぞれ向上。燃費も5.0から 5.6km。 L 改善し26.6から 27.2kmL となった。モーターのみの EV 走行も可能になったほか、専用設定のギアレシオにより加速性能を向上させた。モーターには、世界初の重機土類完全フリーのネオジム磁石を採用。また、IPU を小型化し、搭載位置を3列目シート下から1列目シート下に、 変更したことで空いたスペースを生かした車椅子使用者を新たにラインアップ。また、IPU を専用設計することで排気量1.0リットルから1.5リットルの後、ナンバークラスのコンパクトミニバン発となるハイブリッド4、WD 車の設定を実現した。ボディ骨格は、配点材の適用率を上げて剛性を向上。 フリードのガソリン車をベースとした骨格は、最小限の専用パーツを置換するだけで、ハイブリッド車やフリード、車椅子使用車のボディまで対応する、マルチシェル骨格を採用した。また、光合成リアサスペンションや、液風コンプライアンスブッシュの採用により乗り心地を向上させたほか、エクステリアデザインの調整やタイヤ周り、ボディ底面の流れをスムーズに整流することで、 空力性能の向上を図った。加えて、4WD 車には、各種センサーで、路面や走行状態を検知し、状況に応じて、瞬時に 4WD 走行に切り替える、電子制御式、リアルタイムオードを採用した。安全運転支援システム、ホンダセンシングを新採用。衝突軽減ブレーキ、歩行者事故低減ステアリング、ACC。 ルカス、路外逸脱抑制機能、誤発信抑制機能、先行者発信お知らせ機能、標識認識機能の8種の機能で構成される。ベース車に対し、テールゲートパネルとリアバンパーを、開口面積の広い専用デザインに変更。これにより、テールゲート開口部地上高を、フリードスパイクより 185mm。 低い 335mm と指定章化を追求。また、2列目シートには6、4分割のダブルフォールダウン機構を採用し、フルフラット化を実現。軽量、高強度のユーティリティボードを用いて、シートアレンジをした場合、セミダブルサイズのマットレスを敷くことができる、フラットスペースを構築可能とした。さらに、 フラットスペース下を床下収納として利用できると、車中泊機能を強化した。エクステリアでは、ベース車のデザインイメージを保ちつ,つつ、テールゲートの加担処理を低床フロアに対応した、見切りラインを成立させるデザインとした。なお、ボディサイズは、FF 車の全長のみ、フリードに対し3 0ト、mm、ル延長され4 2 9 5ト、mm、ルとしている。また、インテリアでは、 立体的に見えるブロック柄のシートファブリックやメタル調パネル、モノトーン基調のインテリアカラーを採用し、ベース車と差別化した。また、フリードのボディをベースとし、二段ヒンジ式スロープを備えた車椅子使用車を設定。また、仙台と同様に助手席リフトアップシート車とサイドリフトアップシート車も設定された。フリーダムからの造語で、 従来の常識や常識にとらわれることなく、どこまでも自由な発想で追い求めた車、という意味を込めての命名。また、フリードゥという意味も込められている。2代目に設定された、フリードの、は、フリードの特徴である取り回しの良さや、コンパクトさに加え、新たな使い方や利用シーンを想像する、独創的な機能をプラスすることで、 車のある生活に新たな可能性をもたらしたいという思いからつけられた。ありがとうございます。